ここだけはレプラコーンとして譲れないわ。私も絶対絶対。二人とも、リズさんにピナの装備を作ってもらおうと思って相談してたんですけど。何よ人聞きの悪い。私はピナに最適な装備を提供。どんな装備なんだ？戦国武将風の兜よ。かだから、なんでいきなり和風が入ってきちゃうんですか？せめて ALO の世界観に合った中世風の兜だったらわかる気もします。あんた、この兜の魅力を分かってないわね。ピナのことを考慮してかなり軽量化した上、防御力も機動力も兼ね備え、私が作ってるんだから当然よ。キリトも私の兜がいいと思うわよね。ちょっと待ってください。キリトさんは見た目そっちのけで、どんなにダサいデザインでも機能性を重視するに決まってるからです。私の作戦を看破するとはやるわね、シリカ。甘いですよ、リズさん。結構ひどいこと言われてないか。違うんですよ、キリトさんは決していつも真っ黒だから見た目は気にしない人なんだなって思ってたわけじゃなくて、違う、そうじゃなくて、キリトさんの強さは何？シリカ落ち着いて、そんなに必死に弁解されると。じゃあピナの兜だって強さが一緒ならどん？それとこれとは話が別ですよ。どう違うっていうのよ。こっちの兜の方が性能は上なんだから迷い落ちなんてないでしょ。ダメったらダメです。そういう問題じゃないんですってば。まだ応戦する気なの？二人ともダメだ。俺の声なんて聞こえてないな。このままじゃいつになっても決着がつきそうにない。耳と尻尾の触り心地を確かめてたの。この耳すごくふさふさしてて気持ちいいのよ。ちょっとリズ、おじさんがセクハラしてるようにしか見えた。というかただのセクハラですよ。いいんですかこんなことして。はい、女性プレイヤー同士ではハラスメント防止コードに抵触しません。アスナも触ってみなさいよ。そうすれば私の気持ちがわかると思う。確かに気にはな。この毛並みを堪能しないなんて。じゃあちょっと、猫の耳を触ってるみたい。実は私もケトシーの耳って触ったことないんですよ。私も触ってみていい？なんだ、みんな触りたかったんじゃない。なんでリズさんが仕切ってるんですか？うわー、ほんとふさふさだ。これはやっ、フィリアさん。ねえキリト、実はあんたも気になる。そんなことというか、俺が触ったらハラスメント防止コードが発動するだろう。はい、シリカさんがボタンを一つ押せばパパは牢獄送りですね。私キリト。またこの子は大胆なことを。でもシリカがいいって言ってるんだから触らせてもらえばいいじゃない。本当にいいのか？はい、どうぞ。じゃあお言葉に甘えて。これは確かに毛並みがすごく柔らかくてなんだか癒される。キリトさん。あ、ごめん、熱い。ただいま。ユキさん、シノさん、お帰りなさい。これはどういう状況なの？シノ、
いや、これは別にやましいことをしているわけ。うわ、怪しい。キリと目が泳いでるよ。勇気までなんだよ。私には年下の少女をもてあそぶ変態にしか見えないんだけど。そう言われると確かにそうね。おい、元はといえばリズが。なんか面白そうなことやってるね。私も混ぜてよ、ストレオさん。余計にややこしくなってきた。ということで、シリカの同意のもとやったこと。ふん、シリカも物好きね。そういえば、シノンもケトシーだよね。キリト、あの耳も触らせてもらえば？やあよ、キリトが触った瞬間にボタンを押すから。私の耳に触りたいなら、投獄される覚悟を決めることね。シノン、本気だ。キリト、残念だね。じゃあ代わりに私がシノンの耳の触り心地を食べ。シノン、覚悟してね。ちょっとやめ。わあ、すごく毛並みがいいね。ずっと触ってたくなるな。もう話しなさい。もうちょっといいじゃない。まだまだ堪能した。あんたどんだけ触るつもり。なあ、裏返さないでよ。猫の耳の中ってこんな風になってるんだ。いや、くすぐった。もういい。あー、楽しかった。でも猫耳ってすごく可愛いですよね。ケットシーの、見てるだけでも癒されるけど、実際に触ってみたらなんだか羨ましくなっちゃったわ。そういうことならいいアイテムがあるぞ。エギル、あれだけ騒がれれば嫌でも耳に入るさ。それでいいアイテムって言う。ああ、これな猫耳。へえ、エギルってばこんな趣味があったんだね。人は見かけによらないね。いや、さすがにそれは違うでしょ。頭部に装備するアクセサリーってどこか。ああ、最近買い取りしたもんだな。つけると敏捷性が飛躍。素早さが上がるなんて本当に猫耳。猫耳が欲しいって言うなら試しに装備してみればいい。え、いいんですか。ああ、試着ならタダでいいぞ。もちろんそのままか。じゃあつけてみましょうよ。キリトもみんなの猫耳姿見てみたいでしょ。まあじゃあ早くつけてみよう。一人ずつ順番に装備しよっか。そうですね。それじゃあ私から行くわ。猫耳をいった。どうよ。リズさん、とってもかわ。へえ、意外としっくりくるな。意外とってどういうことよ。いや、まあ似合ってるからいいじゃないか。次は私。じゃーん。似合いすぎてて逆に怖いです。破壊力抜群だね。はい、ありがとう。次は私がつけてみます。どうかな。すっごく可愛いよネギーと。ああ、我が妹ながら自慢したくなるな。ありがとう。うわ、シスコン。え、感想を求められたから答えただけだぞ。それじゃ次は僕がつけてみるよ。いいじゃない。おてんば猫ちゃんって感じだね。キリト、似合ってるかにゃ。似合ってるんじゃないかな。じゃあ次は。すごく似合ってますよ。そうだよ、もっと自信持てばいいのに。もういいよね。次の人に渡すよ。もっと見たかったのに。やっぱり私は人のを触ってる方がいいよ。残念だ。次。はい。
待って、できました。ゆいちゃんすっごく可愛い。ああ本当にゆいは何でも似合うな。ありがとうございます。ただの親バカね。では最後はママですね。鳥なんだから期待してるわよ。もうプレッシャーかけないでよ。いざつけてみるとやっぱりいいじゃない。キリト、ほら感想は。うん、かわいいと思う。そうキリト君が喜んでくれるんだったら、そのずっと、はい、そこストップ。二人の世界に入らない。え、別にそんなんじゃないよ。自覚がないみたいね。さあキリト、誰の猫耳が一番似合ってたかしら。え、俺が選ぶのか。ちょっと待ってください。猫耳装備に賛成してない私たちは不公平ですよね、シノンさん。別に私はどうでもいいんだけど。じゃあ猫耳が一番似合う人を選んでもらおうよ。はい、それなら元から猫耳がついてるケットシーも選択肢。じゃあキリト、一人選んでよ。そんなことを言われても、みんな似合って。お兄ちゃん、はぐらかしてことを穏便に済ませようとしてる。バレたか。こういう時はちゃんと一人選ばなきゃダメだよ。わかった。どうしよう。誰の名前を出しても微妙な空気になるんじゃないか。え？エギルなんか似合うと思うぞ。さっきからそのスキンヘッドに猫耳がぴったりだと思ってたんだよ。そうかな。そんなに絶賛するなら。まあ、かまん。どうだ。これは絶望的に似合ってない。お兄ちゃん、これはいくらな。これセーブポイントからやり直せる。それはできませんよ。ですよ。んだお前ら、このアイテムは誰も買わねえ。エギルが一番似合うって言ってるんだから、装備したまま商売。いかつい顔をした店主が猫耳つけてるお店なんて行きたくないけどね。ひでえ言い草だな。せっかくキリトがバカなことを言ったおかげで一気にテンション下がった。ああ、これはもう営業妨害だな。はあ、それ絶対にか。いいわねキリトくん。お兄ちゃんの猫耳か、見てみたいかも。ほらほら、みんな期待してるわよ。勘弁してくれ。お兄ちゃん、こんなとこ。どうしたんだ。すちょっと話したいことがあってさ。今日の晩ご飯の相談か。確か当番だったよな。違うよ、攻略の話。お兄ちゃんと行きたい場所があるんだけど、いいかな。ああ、そっちか。やった。攻略に行くのがそんなに嬉しいのか。だってお兄ちゃんってば、いつも一人で攻略に行っちゃって。私は兄弟水入らずで行きたいって思ってるのに。すぐ、もしかして。すねてんの。ほら、さっさと行くよお兄ちゃん。はいはい。
こいつ一体しかいないようだし、何攻撃してくる素振りもないし、ここで動けなくなっ、ここに囚われている設定とか、なんだか苦しんでるみたい。モンスターといえどもちょっとかわいそう。ちどうしたの？に向こうから別のプレイヤーが来るぞ。え、どうしよう。とりあえず様子を見てみよう。うん。おお、こんなところに邪神がいるぞ。お、ほんとこいつなんか弱ってねえか。お、マジだ、ちょうどいいじゃねえか。ああ、前のクエストではコテンパンにやられたからな。その時とは違うやつだけど、こいつもだな。動かないなら倒せるだろ。ちょおい、すぐ。なんだお前ら。あんたたち、このモンスターを狩るつもり？無敵。モンスター相手に苦しそうなんておめでたいやつだな。俺たちはこいつの道理にやられた恨みもあるんだよ。そもそもこいつはモンスターじゃねえか。倒して何が悪いって。横取りするつもりなんじゃないの。可愛い顔して汚ねえやつだ。そんなんじゃ。そちらの言い分はごもっともだ。それじゃあこの邪神をどうするかは。お兄ちゃん、確かに君たちの言っていることは正しい。だけど俺たちは俺たちでこいつを助けたいと思ってるんだ。邪神を助ける？こいつ倒したらめちゃくちゃ経験値稼げるんだぜ。経験値なんて関係ないわ。助けたいから助けるだけよ。はあ、やっぱりバトルで白黒つけるし。デュエルだろ。こっちは4人だけど誰が相手するんだ？ああ、もちろんデュエルでもいいけど、4人まとめて相手したっていいぞ。なめた口聞きやがって。今言った言葉後悔さす。ちょっとお兄ちゃん、4人をつい調子に乗ってタンが切っちゃう。しょうがないな。でもこの勝負な。ああ、花からそんなつもりはないさ。うん、これで決めてやる。俺たちの勝ちだな。悪いがこの邪神は。チェ、仕方ねえ。なあ、もしかしてお前ってん、な、黒の剣士スプリガルのキリトじゃね。マジかよ。っていうか早く気づけバカ。トップランカーのキリトが相手じゃしょうがねえな。あとここに邪神がいることは他のプレイヤーには黙っておくよ。そうしてくれると助かるよ。それじゃコーデ君の時はよろしくな。あ、じゃあな。アイドル顔負けの人気だ。やめてくれよ。でもこれでこの子はひとまず大丈夫だね。直近の危機は去ったけど、このままじゃいつまた他のパーティーに狙われるかわからないな。そうだね、早くな。あ、邪神の。本当だ、何か書いてあるね。魔に奪われし太陽と月、今ここにあらんことを欲す。どうい、もしかして魔物に奪われた太陽と月を持ってこいって。太陽と月か、だろうな。ちょうど石板に2つ何かをはめ込むくぼみがあるし。でもどこにあるかさっぱりわからないよ。ノーヒントじゃ探し、アルゴあたりなら知ってるかもしれないな。クライン、準備できたぞ。どうよ、
この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。探しても見つからなかったってことは、なるほど。前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵な。あ、その可能性もあるな。ま、おじゃないか。キリト、あれを見ろ。他のモンスターとは違う雰囲気だ。もしかしたら、そりゃあいつを倒す。なあ、足りねえだ。この程度かすり傷だぜ。これでクリアだな。こんなもんか。たいよっしゃ。おい、クライン見ろよ。鍵じゃねえか。いや、助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかし、たまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまには。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらい分かってくれよ。なんだ、知らねえけど全然。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思う。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の みんな口に出さないけど、クラインが仲間思いに SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃない。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺は。相思相愛ベタボロですか。ったく、独り身の俺に対する。それじゃあ目的を果たして、せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。おいキリト、話をはぐらかすんじゃね。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、おう、キリトと当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえか。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店エギルも中身が気になるだろ。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト。行くぞ。こっ、なあ、いいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これはなんだ。写真集。おい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 、
ここ袋閉じのたったくこのゲーム入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよと言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたん。さて早速な。うるせえよ、もっとこれが黙ってられるかよ。わはっ、そりゃそうだろう、運営側が用意した。こんな装備あるのかよ、露出多くねえかこれ。あ次は水着か。あいやー、ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、つかキリトは見ねえのか。見えないんだよ。そなんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるなら、そうなのかな。こんな絶品が見えねえ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ。別にいらないよ、見られない。諦めるな少年よ、お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらい男に必要なのはな。一応苦労して手に入れた中身だし、もキリとは違う方向に精を出そうとしているな。おキリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスラ、ユイちゃん。なんでまたこのタイミングで。3人で何してるの。あ、いや、大したこと。ん、背中に。な、何のことだ。怪しい。ねえ、キリト君、何を。だから別に。えい、あか、あ好きあり。何これ、写真集。ああ、それは、えっ、終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、まさかこういうのが ALO にあるとは思わ。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかん。ママ、それは。ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるの。それで、キリト君、これはどういうことなのかな。違うんだ、アスナ、きっと誤解してるよ。ま、キリト君男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に。クラインのやつ、後で覚えてろよ。アルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。何か面白い。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは。ああ、そいつか。詳しい情報は俺。今分かってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな、この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、わかった。邪神の近くにあった石板は確認。太陽と月が奪われたから。それだ、このイベントでは太陽、そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものが。それらの石がある場所。正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが。もちろんだよ。よし、早速石を。ふん、頑張ろう。ここに太陽の石と。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。いい調子みたいだね。
おそらくあれが太陽の石だな。そうだね。行くよ。ああ、これで決めてやる。これで決めてやる。大したことなかったな。絶好調だよ。うわー、ほら、本当だな。近くで見るといかに綺麗かよくわかる。私もこれは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんって。え、お兄ちゃん、ごめん。きもうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。浮き金なく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん、何ぼーっとして。太陽の石、もう私のアイテムストレ。ああ、サンキューな。それじゃあ、月の。そろそろ行こっか。クリアだな。絶好調だよ。これにするよ。これで月の石もゲット。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だ。そっか。お兄ちゃん、ぜ
前回の失敗を生かして。前回の？ああなあ、妹だからってあんまり気を使わないのもかんだから、もう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてた。すっ、もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として。せ、結局どっちの方がいいんだ。どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあまったく、すぐは欲張りだな。できるかどうかはわからないけど、努力してみる。お兄ちゃん、ありあ。さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神。ああ、そう。この石板に太陽の石と月。なんか緊張してきちゃ。俺がはめようか。いい、自分でやる。えい。石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。本当だ。消え。お。邪神が。え？どういうこと？元は妖精たちよ、ありがとう。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方本当に。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディの妻、フリックに仕える身。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あ、俺？フリック様のご子息である、今は亡きバルドル様とウリ二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失い、ひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすれば、フリック様は早速宮殿へ向かいましょう。ご案内。え、俺？ええ、きっとフリック様はあなたをお求めになるでしょう。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人。私はこの方をフリック様のもとへお連れ。バルドル様に代わり、フリック様を癒すことができるのはこの方だけですか。それはだ。すぐ。お兄ちゃんは渡さ。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない、私のお兄ちゃん。すぐ、エイルは NPC だから、そんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方。え？おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できま。しかし、私はお二人に命を救っていただきました。フリック様の住まい、ベンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。楽しみにしてるよ。こちらこそ、またお会いでき。消えたな。とりあえず邪神じゃなくて、エイルさんは解放できたんだよね。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし、
残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き取っ、お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったら、そっか。エイルも納得してくれたみたいだし。うん。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて。一生懸命伝えたから気持ちが届いて。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん、勝手にどこか行く。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。うん、これからも一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージ。助けてもらったお礼をしたいのでフェンサリル宮殿に来て。お待ちしておりました。あ、エイルさん。我が主フリックの宮殿にお越しいただき、ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカ。本当、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。は、食事も美味しそうだよ。この料理はお二人のために作ったのです。わーい、何食べようかな。ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種オッケー。ふぅ、美味しかった。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか。はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸い。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒に。え、踊り？お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でも、実はあなたに折り入ってフリック様が一目。フリック様は今日の日をここ。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。え、あの、お兄ちゃんちょっと。すぐいきなり俺の手を引いて、やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。え、ねえお兄ちゃん、続きダンスだよ。ねえ、ちょっとだけでいいから、こんな素敵な夜空の。わかった。やった！って言っても空中で踊るのか？地上より難易度が高いような。大丈夫。お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだから。まあそうだけど、飛行とダンスはそれじゃあコツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。うん。ちょっとお兄ちゃん、な。全然参考にならないなと思って。もっと具体的な技法。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。あっ、こっちに突っ込んで。こごめん、重いのほかす。難しく考えるからだよ。いくよ。大丈夫だよ、バランス崩しても。ああ、ゆっくり。よっ、そうそう、なんだ。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくよ。少しずつだけどコツもつかめてきたぞ。予想してたのとは違うけど。あ、流れ星。お兄ちゃん早くお願いしなくちゃ。ああ
すぐは何をお願い事した。おし、お兄ちゃんは何をお願いしたの。すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって。そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐ。だからお兄ちゃんの願い事は。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなった。おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと。おい、私の願い事、大好きなお兄ちゃんとずっと一緒。ちゅ、うん、あっという間だ。それにしてもブワーって一気に上がっジェットコースターみたいに落ちるわけじゃないのにダメなの。俺たちもいるし大丈夫だよ。怖かったら。はい、ありがとうございます。あんた、キリトに励まされていきなり元気になったわね。もうリズさん、からかわないでください。それじゃあこの。はい。ダンジョン、気流装置を起動するためのアイテム。そう？見た感じそんなに変わらないような気が。いや、スキルというかゲーマーとしての勘だよ。何それ。これが結構当たる。
するわね。まだまだいけるわ。セーフティーエリアがあるということは準備はだ。さっきのキリト君じゃないけど、この先に手強い敵がいるって雰囲気が嫌でもわかるわ。私も感じるわ。今までの敵とは違う。よし、これで決めてやる。マナが切れたのか。
落ち着け。キリト君、油断しちゃダメだからね。キリト君頑張って。飛ばしすぎた。これで草原の島はクリア。みんなすごかった。お前ら、俺様の勇姿をちゃんと。なんだよみんなして。俺から目冗談よ。仲間の動きくらいちゃんと把握してるわ。日頃の行いがあるからプラマイゼロってところね。特に最近のお前の動向から考えれば十分評価されてるだろ。そう、まあまあ無事に大バスを倒、うん、初のフィールド攻略。そうだね、すっごく楽しかったよ。パパ、次の島が解放されたようです。よし、みんな。島ね、この草原の島とは。お疲れ様、キリト君。ああ、アスナ、お疲れ。砂漠の島。みんな、この調子で。